復元が進むスープスクの市街風景。スープスクはポーランドの都市。ポモージ県に属する。ドイツ語ではシュトルプと称される。人口は約9万8千人。バルト海に隣接している。観光業と製造業が盛ん。近隣の都市としては約100キロ東のグダンスクが挙げられる。かつてはスラブ人の集落があったと考えられている。 10世紀終盤より、ポーランド王国によって都市が建設され、ポメラニア地方の最重要都市であった。13世紀より、スラブ系地方領主のグリフィン家が支配し、一時はソビエスワフ家の領有する時期もあった。1265年に都市権が与えられた。1410年には、ポーランド王国の領有を確認した。 その後グリフィン家はブランデンブルク編境博に侵入した。16世紀には宗教改革の波が押し寄せ、ポーランドよりルター派のパベウ・ブントフスキ牧師が派遣された。1637年にグリフィン家が断絶するとブランデンブルク編境博が直接支配し、後ブランデンブルクプロイセンとスウェーデンによって分割領有された。後ベスト・ファーレン条約とシュテッティン条約で、 ブランデンブルク・プロイセンによる単独領有となった。住民はポーランド語の方言であるカシューブ語を話すカシューブ人であったが、この頃から彼らの言語に対する迫害が始まり、ドイツ語の使用が幅広く強制されるようになった。1769年にはプロイセン王国の陸軍士官学校が設置され、ポーランド語の排斥が進んだ。ナポレオン戦争の時は、 フランスと同盟していたポーランド軍が1807年から1815年まで占領した。ドイツが統一されるとドイツ帝国の領土となり工業化によってドイツ本土からより多くのドイツ人が送り込まれ町のドイツ化が進んだ。第一次世界大戦後、旧プロイセン領の一部はポーランド領となったがスープスクは引き続きドイツ領とされた。1926年より 市内でナチス党の活動が盛んになった。1933年のドイツ総選挙では町の有権者の49.1%がヒトラー率いるナチス党に投票した。ユダヤ系住民への迫害が始まり、1938年には市内のシナゴー軍が焼き打ちされた。第二次世界大戦では幼い子を含むポーランド系住民の多くが ドイツ人によって虐殺された。1945年にソ連軍がこの街を占領すると市街地に火を放ってこれを破壊した。その後、この地はポーランドへと割上された。また、駐留するソ連軍はこの際ドイツ系住民を西方へ追放した。共産党政権時代の当初は旧市チェチン県に属し、その後旧コシャリン県に移管された。 後スープスク県の県都と,となった。この時代スープスクは、ポメラニア地方の文化活動の中心で、特に演劇や人形劇が盛んだった。1989年に、ポーランドが民主化すると、市街地の復元が開始され、残された資料をもとに、ポーランド市民の手で、戦前の市街地が正確に再現された。現在は、美しい市街地を持つ、海辺の観光地として、 広く知られている。1999年の地方行政改革により、スープスク県が廃止され、シュチェチンをケントとする西ポモージュ県とグダンスクをケントとするポモージュ県へと分割編入された。スープスクはポモージュ県へ編入された。2014年、ゲイであることを公言したロバート・ビードロンが市長に就任した。ありがとうございます。